株式会社オプテージは、大阪府大阪市中央区に本社を置く、関西電力系列の大手電気通信事業者、小売電力会社である。2019年3月に社名を変更し、現社名、オプテージとなった。2000年6月から同月までの社名は株式会社、K オプティコムである。サービスブランド名は、個人住宅向けエを中小企業、双方向けオフィスエを 仮想移動体通信事業者、マイネオ、法人向けビジネス光である。2019年4月に、情報通信事業の強化に向けた、グループ会社の再編により、関連システムソリューションズが保有する、情報通信インフラや企業、自治体向けの、情報システム開発機能を、K、K-Opticom へ移管することを契機に、社名が、株式会社オプテージに変更された。 光をもっと、あなたのそばに、を、コーポレートスローガンに、関西電力のサービスエリア地域を対象に、送配電線と共に付設した光ケーブルを用いた、FTTH のエオコー、企業向け i p v p n IP 電話、ケーブルテレビなどの事業を行っている。また、日本全国向けの仮想移動体通信事業者、小売電気事業者でもある。今日のオプテージは、関西電力が、 携帯電話事業向けの光ファイバー賃貸業者として設立された関西通信設備サービス。関西電力と大阪市などの合弁企業で企業向け通信網を提供する大阪メディアポート、ケーブルテレビ事業を行う関西ケーブルサービス、及び K キャットの合併、統合によって成り立っている。エオコーは家庭用のサービスブランド名で小建て住宅、マンション、 アパートなどの集合住宅のいずれにも対応している。基本的に、小建て住宅は、ホームタイプ、マンションは、マンションタイプ、アパートなど、中小規模の賃貸住宅は、メゾンタイプを利用する。2002年4月1日から最大 100Mbps2005 年7月1日から、日本初の 1GbpsFTTH 回線、利用のインターネット接続サービス最大1。 ギガ BPS の1ギガコース及び最大 100MBPS の 100M プレミアムコースを開始した。1ギガ b p s 回線を利用したサービスはそれぞれ光回線習慣装置の交換のみでたコースへの変更ができる。関西地方では NTT 西日本の固定通信サービスフレッツのシェアが低い。これはエオネットの提供エリアが広く、 ホームタイプ 100M コースの利用料金も即割、超割適用で4675円で低料金であるからである。また、携帯電話 AU と提携した AU スマートバリューとの連動割引きも適用される。2008年3月より一部の家電量販店で VDSL マンションタイプの店頭申し込みが試験実施されている。回線接続とプロバイダー一体型のサービスである。 無料プロバイダーサービスエオコータ機能ルーターは 1GBps コース IPv6 接続対応4ポート線ベース t e サネットの優先 n IEE802.11AC 無線 LAN、2ポートのアナログ電話回線端子に電話番号対応でスマートフォンが古気になるエオコー電話アダプター機能がある2014年2月よりレンタルを開始したつなぐだけ ネットスタートでエオコーネットの回線に接続し電源を入れるだけで接続が完了するため接続アカウントなどの設定は不要である。ワンプッシュ無線スタートで設定ボタンを押すだけで無線 LAN の設定が完了する。そのため家庭内のパソコン、タブレット、スマートフォンをはじめインターネット接続型のデジタルテレビ、テレビゲーム機、端末型ゲーム機などと簡単に接続できる。 エオコー電話は通常の市外局番の IP 電話である。NTT 西日本の加入電話からの番号ポータビリティに対応している。市外局番06地域では新規加入時に市内局番7492から7494.7500から7509番台が割り当てられる。新規加入でエオコーネットと同時に申し込む場合は、 契約事務手数料、標準工事費0円、1番号と2番号とを変更する場合は、変更事務手数料3000円が必要である。番号ポータビリティは、電話番号、割り当て手数料2000円、番号となる。エオスマートリンクは、エオコー加入者だけの限定コンテンツが利用できる、タブレット PC 端末サービスである。タブレットの分割払い月額は、富士通の、 アローズタブ930円、ソニーのエクスペリアタブレット1595円2012年6月より提供を開始した。オフィスエオは最大 1GPBS のベストエフォート型インターネット接続4から 16CH1 から32番号の IP 電話を組み合わせた中小企業、双方向けサービスである。2012年10月1日提供開始された。 ホスティングサービスグループウェアウェブ会にマルチデバイスセキュリティサービスなども提供している。ビジネスコーは K オプティコムの大企業公共向けサービスのブランド名である。インターネット接続はオフィスエオと同じ回線を利用するインターネットオフィスと完全にコンシューマー回線とのトラフィック分離を実現したインターネットハイグレードの帯域確保型の Type-G とベストエフォート型の タイプエストがある。IP 電話、VPN、専用線、無線アクセスデータセンター、クラウドコンピューティング、ソリューションサービスの提供を行っている。エオコーテレビは、FTTH のケーブルテレビである。HFC 回線を付設していない、ないしは付設することが不可能な地域にケーブルテレビの番組を提供することを目的として開始した。現在は、既存局開局地域を含め、 2 4県の大半でサービスを提供している地上波は地上アナログテレビジョン放送、地上デジタルテレビジョン放送ともに各府県の放送対象地域内の放送局のみを再送信しているので地上波で放送対象地域外の放送局を直接受信によって視聴していた場合完全に乗り換えると視聴できなくなる。ただし大阪府では 三テレビの再送信が全域で、一部では、KBS 京都テレビの再送信が、兵庫県及び、京都府の一部地域では、テレビ大阪の再送信が行われている。なお、サービスを提供する地域の一覧は、エオコーテレビサービスエリア、配信する番組は、K オプティコムの直営地域については、同校のチャンネル、近鉄ケーブルネットワークとの提携地域については、 同局の主な放送チャンネルのそれぞれの項を参照のこと。また、平方市、八幡市と京田辺市の京阪東ローズタウンの地域については、K キャット時代から提供していた HFC を利用したケーブルテレビと、その応用サービスであるケーブルテレビインターネット、ケーブルテレビ電話を利用することができるが、2012年10月1日の 法人統合後は HFC を利用したサービスの新規申し込み及び FTTH からのサービス転換申し込みはできなくなった。さらに設備老朽化により HFC を利用したサービスは2016年3月31日をもって終了した。エオ電機はエオコーネット利用者向けの小売電気事業で電力自由化に伴い2016年4月以後、 サービスを提供する。サービス提供をするケイオプティコムは関西電力の完全子会社であるが、エオ電機は自前での発電は行わず、電力の卸取引市場である日本卸電力取引所から約7割を調達。関西電力から残りの約3割を確保する。関西電力の電気供給エリア内のエオコーネットの利用場所でエオコーネット1契約につき、 絵を電気1契約可能である。契約電力 50kW 未満、周波数 60Hz、交流単相2000式標準電圧 100V、または交流単相3000式標準電圧 100V、もしくは 200V で供給される。マイネオは、KDDIAU4GLTE 最大速度受信 150Mbps。 送信 25Mbps を用いる au プラン、NTT ドコモクシー最大速度受信 225Mbps、送信 50Mbps フォーマー最大速度受信 14Mbps、送信 5.7Mbps を用いるドコモプラン、およびソフトバンク 4GLTE を用いるソフトバンクプランを選択できるマルチキャリア、仮想移動対通信事業者サービスである。 大手3キャリアを選択できる初の個人向け MVNO である。ブランドステートメント、ファンウィズ・ファンズと5つのモットーを掲げており、その方針に沿ってシンプルでわかりやすい料金体系になっていたり、コミュニティサイト、マイネオの運営やユーザーとの意見交換会、オフ会の定期開催、面白コンテンツの制作などが行われている。また情報公開も重視しており、 コミュニティサイトマイネオにて通信速度の実測値を毎月公開したり過去の傾向から混雑度合いを予想するネットワークお天気情報通信キャリアとマイネオとの接続回線の増強規模予定日なども公開しているブランドカラーはマイネオグリーンと命名された緑色でブランドサイト広告店舗シムカード台紙などあらゆる場面で使用されている 番号ポータビリティは、SIM カードが届いてからユーザーが、マイネオマイページにて手続きを行うため、通信不能時間が最小限で済む。申し込み時に、5xmyneo.jp の PC メールと同等のメールアドレスが一つ発行される。前は、ユーザー自身により変更手続きができる。POP3 imap 対応、プッシュ型電子メールには、非対を。 2014年6月3日よりサービス開始された。2015年2月27日にプリペイドのシムを販売した。2015年9月16日付で加入件数が10万件を突破した。2015年11月19日、auAlt 対応シムを発売開始した。2016年1月21日、大容量 10GB コースを提供開始した。 2016年フリータンクがグッドデザイン賞を受賞。2018年4月10日より混雑時間帯における通信データの圧縮やパケット再送を抑制する通信の最適化を利用者に一切知らせないままマイネを全利用者に対して実施し、同年4月下旬にネット上で通信の最適化がなされているのではないかといった指摘が提され始め避難が殺到。 同年5月7日にその事実を認め事前に説明すべきだったと謝罪した。同年9月27日15時より通信の最適化についてユーザーが非適用を選択できる仕様となった。プチ体験という商品もありお試し200メガバイトコースサービスがある。マイネオはマイネオユーザーやマイネオスタッフと交流できるコミュニティサイトである。会員登録は無料。 マイネオを契約しているユーザーに加え、マイネオ契約していなくても、会員登録が可能である。しかし、マイネオを契約していない場合は、フリータンクやチップなどの機能は利用できない。登録メンバー数は約65万6000人であり、増加傾向である。下記の機種はマイネオで購入できる端末であり、他社からの持ち込み端末や、 各自で端末を購入して利用することもできる。なお、以下は2020年12月31日、現在である。マイネオプリペイドパックは、購入後、電話1本で簡単に開通手続きができる、データ通信専用の SIM カードである。200円で200メガバイトを最大2ヶ月利用できる。同じ SIM カードを利用して、月額サービスへ変更可能をマイネオ海外用 プリペイドシムは海外で利用できるデータ通信専用シムカードである。2015年7月1日より販売開始。マイネオフォービジネスは法人契約の仮想移動対通信事業者である。2015年7月1日より KDDI 回線。2015年12月16日より NTT ドコモ回線を利用したプランの提供を開始。 一企業管理 ID で2回線以上契約で各回線の月額基本料金から50円割引。企業管理 ID でアクセスするウェブページで社員の利用状況を確認し容量の変更やパケットチャージも対応できる。仮想移動体サービス提供者としてマイネオ回線を以下の電力系通信事業者に提供している。ララコールは Android iOS スマートフォン用のレゴレイ IP 電話ソフトウェアである。着信時に起動するプシス通知に対応している。専用アプリを使用しているため、パソコン Windows 10モバイルなどには、期待を。2013年9月25日提供開始。月額基本料は、100円、税と、ユニバーサルサービス料である。マイネオの契約者。 エオコーの契約者とその家族合計4人までは100円分の無料通話がつく。留守番電話機能は無料でメール通知を使用すると留守番電話の音声を指定されたメールアドレス宛てに送信することができる。音声は WAV 形式でコーデックは加入電話と同じ g 7 1 1ューロー。セカンダリ電話であるため通話品質は加入電話よりもやや落ちる場合がある。 なお、通信速度は上り、下りともに、約 20kbps 以上となっているため、データ通信で、速度制限が行われていても通話に支障が出ないように設計されている。電話番号は 050-7100-4x から 050-7136-4x まで割り当てられており、申し込み時には契約できる、電話番号候補が4件提示される。緊急通報。 番号案内、電報、時報、災害用電言ダイヤル、天気予報、消費者相談、自動相談、フリーダイヤル、ナビダイヤル、テレドーム、衛星船舶電話とは通話できない。無料通話先は、エオコー、電話050ナンバープラスと同様で、ララコールエオコー電話、KDDI。そして、相互接続の上位にいる、楽天コミュニケーションズと、 その下にいる電力系通信事業者の IP、電話基盤グループである電力系通信事業者と、アイテック半球半身である。エオコー電話から、ララコールへの発信は無料である。国内通話料は、携帯電話1分18円、PHS1 分20円、固定電話3分8円、有料定型05零 IP 電話3分7.4円で、ある。テキストスタンプ、写真。 動画、位置情報をやり取りする、インスタントメッセージ機能がある。ビジネスララコールは、法人契約スマートフォンの05 0インターネット、電話である。番号追加、解約は、契約変更事務手数料3000円が必要である。月額基本料は、K-Opticom の回線契約法人は5電話番号を、をまとめて、ユニバーサルサービス料のみ、一般は500円とユニバーサルサービス料である。 6電話番号以降は1番号ごと300円である。留守番電話機能は無料。ネットワークセキュリティ機能が強化されている。エオコーネットの追加サービス扱いで仮想移動対通信事業者として外出先でもパソコンタブレット PC、携帯電話、スマートフォンを利用できるエオモバイル 3G、エオモバイルワイマックスを展開していた。自社の PHS 回線を使うを六十四エアと 比べて通信速度が速く全国で使えるというメリットがある。いずれもすでに新規加入受付を終了。公衆無線欄であるエオモバイル Wi-Fi スポット PB モバイルポイント4エオは2016年3月31日サービス終了する。アステル関西は2000年11月1日に株式会社アステル関西より譲り受けした。 PHS サービスのブランド名称である。すでにサービスは終了している。PHS を利用した定額制データ通信サービス。新規の受付は2010年8月31日をもって停止されている。2011年9月30日限りでサービス終了した。2018年4月10日より混雑時間帯における通信データの圧縮や、 パケット再送を抑制する通信の最適化を利用者に一切知らせないままマイネを全利用者に対して実施し同年4月下旬にネット上で通信の最適化がなされているのではないかといった指摘が提され始め非難が殺到同年5月7日にその事実を認め事前に説明すべきだったと謝罪した同年9月27日15時より通信の最適化について ユーザーが非適用を選択できる仕様となった。ありがとうございます。